はい、皆さんこんにちは。こんにちは。嵐内ミニアリティの北川と木村です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、木村ちゃん。はい。もう年末ですよ。早いですね。めちゃめちゃ。もうフレンドいるよ。あれ雰囲気がちょっと違うな。北川さんがほんま、ちゃんと事前に言ってくださいね。ちょうどあの年末の動画が撮りたかったんでパッと来たんですけど、なんか今日はすっぴんなんかな。ほんまドッキリより嫌や、こっちの方が。お女子からしたらな。いや、でもまあ問答無用で YouTube 回すってやってます。はい。でね、本当もうあっという間に年末なんですけど、伏見稲荷店の方はもう、年内の営業の方はね終わっているっていう形で、次が年始からの営業になります。年始が5日からですね。はい、1月5日が、予約を取りできるのが12時からになっているので、うん、ホームページとか、はい、予約サイトの方でお願いします。はい、お願いします。まあ、去年もさ、撮影入ったりとかでバタバタしてたけど、ね、なんか今年はあれですね、年末感ない。そうやね、去年ほどのこうバタバタと緊張感はないかなって感じやけど、でもまだね、この間取材来てくれたんですよ。なんと今回は関西の方やったら多分皆さんご存知かと思うんですけど、関西情報ネット10っていう夕方にやってる番組の中の街角トレジャーっていう増田岡田か増田さんが街を歩いてお店とかを紹介していくっていうコーナーで取り上げていただくことです。素晴らしい。これ絶対ね、みんな一回は見たことあるんじゃないかなと思って、関西の方だったらね、まさかあの天に取り上げてもらえるとはっていう感じですよね。はい、放送時間が1月5日の水曜日18時20分頃からの放送になるみたいです。なるほど、ぜひ皆さんあの見てみてくださいね。木村ちゃんと吉村さんとでね対応してもらったんですけど、なんか結構僕もちらっとだけ見せてもらったんですけど、すごいなんか面白そうな感じです。うん、であとね、もう一つこれ最近すごい僕テンション上がってんねんけど、なんとチャンネル登録者数90人まで来ました。やったー、もうちょっとで100人やで。ゼロいくつか間違ってます。そうだよな、何個かゼロが足りないかもしれないんですけど、まあでも90人やね。ねえ、もう20、30人だったら、ね、そうやな、ずっとね、ほんとこう知り合いだけがこう登録してくれて、しばらくそのままずっとやってたって感じだったんですけど、ね、ありがたいことにちょっとずつあの増えてるみたいで、ねえ、ほんと何やってんねやろって内容ばっかりなんですけど、すごいモチベーションが上がってます。はい、なんで100人になったらやっぱなんかこう100人記念みたいなやつちょっとやりたいなと思ってて。100人100人であんまやらへんのかな。みんな YouTuber の人聞いたもん、笑いません。100人記念、100人記念。せめて1000でしょ。1000までか。やっぱゼロが1個足りない。なるほど。でもこのスパやともう1000なる頃には私らもう、そうやね、ヨレヨレなってます。ヨレヨレなってるな。だいたい今で初めて1年半ぐらいとかなんですけど、で100人に迂回考えから1000人行こうと思うと10年かかるやん。ちょっと時間かかるからな。とりあえず100人で1回なんかやってもいいんちゃうかな。あ、まあまあや。でもなんか僕ずっと思ってて、オープニングテーマ曲みたいなのをちょっと作りたいなと思ってて、オープニングムービーかな、どっちかって言ったら。なんか考えとこう。全然乗り気じゃない。あーあーみたいな。そんな感じでちょっとコロナがね、今年も落ち着かなくて完全に通常営業っていう風にはいかなかったんですけど、来年こそはほんとね、たくさんのお客様に来ていただいて癒しのお時間をたくさん提供できればなと思っておりますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では皆さんまた来年お会いいたしましょう。さよなら。